シンクパッド390シンクパッド390は、かつて IBM から発売された、ノートパソコン。シンクパッドブランドのシリーズの一つ。12.1から15.0インチ液晶画面、3スピンドル、A4 サイズのオールインワンノートパソコンであり、現在においても、シンクパッド最大級のモデルである。シンクパッド A シリーズはこのシリーズの後継。 発売当初の1998年当時は、未だ気象だった15.0インチ液晶ディスプレイを搭載していたが、当時はまだ高価であり、コストを抑えるため14.1インチ XGA、12.1インチ SVGA 液晶モデルも存在した。特に12.1インチ液晶搭載機は、元々の筐体が大きいこともあり、ベゼルの枠が異様に大きかった。米方は、 ウルトラベー FX という390専用のタイプを使用し他のシンクパッドと共用はできない。また、キーボード交換、またはマザーボード交換する場合、キーボード設定確認作業が必要であり、ソフトウェア設定、またはキーボード操作による設定など容易な方法とは異なり、 マザーボードについている設定スイッチと専用マニュアルに記載しているキーボード設定表を確認して行わないと正確に設定ができないため通常の交換とは少しややこしい面があった CPU は MAX Pentium、Pentium II、Pentium III、セレロンを採用しクロック周波数は233から 650MHzCPU は乾燥が可能で MMC-1、MMC-2、MM、を採用していた。シンクパッド390、シンクパッド390、E シンクパッド 390X。ありがとうございます。